安倍総理大臣は新人キャリア官僚の合同研修で霞が関にしがみつかずに現場に足を運ぶ公務員になれと訓示しました現場に足を運べ世界に目を向けろそしてチャレンジを続けよう安倍総理は霞が関の机にしがみついていても何も変わらない 現場に出かけ、国民の声に耳を澄ましてほしいと呼びかけました。さらに、少子高齢化や経済再生、厳しさを増す安全保障環境などを例に挙げ、諸課題の先送りは許されないと強調しました。合同研修には、昨日霞ヶ関に入賞した新人キャリア官僚723人が参加しました。代表都市対策した文部科学省の川西理恵さんは、 国家国民のため信念を貫いて誠実に職務を遂行しますと決意を語りました。